第3話、終電。まずい、終電が。その日、私は立て込んでいた仕事を片付けるために残業し、退社するのがついつい終電時刻ギリギリになってしまった。しかも悪いことに、明日は朝から取引先と重要な商談があるのだ。電車を逃すわけにはいかない。あと1分、間に合え。息を切らしながら駅構内へと駆け込む。しかし、おい、待ってくれ。無慈悲。ようやくホームに出た私が目にしたのは、無慈悲に出発する電車の姿だった。なんだよ、ちょっとぐらい待ってくれたっていいだろう。息を整え、電車が消えていった線路の向こうを恨めしく眺める。だけど今更言っても仕方ない。私はとにかく一縷の希望を胸に時刻表の掲示板を眺めた。やっぱり今のが終電か。しくじったな。私、今まで終電逃したことってないけれど、そういう時ってあれかね、駅から出るのっていうのはただなのかね。深々とため息をつき、虚脱感に苛まれる。おっと、危ない危ない。疲れているのに全速力で走ったせいか、立ちくらみを起こしてしまった。私ももういいとしたな。体力的に無理はできないか。さて、これからどうするか。財布は痛むが、深夜タクシーでも捕まえるしかないだろうか。あ？その時、不思議なことに新しい列車がホームへとやってきた。私は狐につままれたような気分で時刻表と開いたドアを交互に眺める。見間違いかとも思ったが、確かにさっき出た便が最終列車のはずだ。だが、だとするとこの電車は回送？それとも遅延があった？よしやりやす。黄色い線漏れ、うれれれれれ。待ってくれ。電車に行ったって仕方なくない？一抹の疑問を抱きながらも、私は慌てて電車の中へと飛び乗った。やがてドアは閉まり、車輪の駆動音を響かせて電車は動き出す。そして振動に体を揺さぶられるたび、違和感は募っていく。車両の中には私以外の乗客の姿はない。車輪の音を除けば、死んだような静寂が満ちている。私はその静けさを、奇妙に思う。何も思わない。いやー、まあ、車輪の音がしてるぐらいだったら割と普通にあるんじゃないかな。奇妙に何か思うか？まあ、終電ギリギリだから人が乗ってないっていうのも、可能性としては普通にあると思うんだが、奇妙に思ってみようかっていうのもなんだか言えてみようだけど。ちょっと待てよ。静かなわけがないだろう。普通電車というものは次の到着駅の情報をアナウンスするものだ。あ、でも入った時はそっか。言うよね。それなのにこの電車に乗ってからこっち、アナウンスの声を一度も聞いていない。一体この電車はどこへ行くのか。得体の知れない不安が私の心に染み込んできた。その時、おう、君。もしかして田辺じゃないか？同僚？不意にすぐ近くから声をかけられて、私は反射的に振り返った。そこには白髪交じりの初老男性が立っている。最初のうちは誰だかわからなかったが、シワが刻まれた背中を見てるうちに、記憶の奥底から面影が蘇ってきた。おお、まさか。まさか二宮先生、二宮先生ですか？まさかまさかまさか。ああ、覚えてくれたか。最後に会ったのは成人式の同窓会だから、かれこれ15年ぶりか。あははは。これって、なんだ、木更木駅とか行くかなと思ったけど、どちらかっていうと、銀河鉄道、かな。ああ、それはいいね。この列車は実際、どこまででも行きますぜ。
二宮先生は私の中学時代の恩師だ。すっかり老けていたが、それでも授業中浮かべていたあの笑顔は、今も変わらない。懐かしいな。俺はこの通りすっかり老けたが、そっちはちっとも変わらないな。ご冗談を。見ての通りすっかりおっさんです。しがない製薬会社の営業マンですよ。いやいや、教師の目から見りゃ、ドイツも中学の時のまんまだ。若造だよ。日々の仕事に忙殺されている私にとって、青春時代の思い出は清らかな水のように心に染み渡る。遅い電車にも乗ってみるものだ。思いがけない災害がこの上なく懐かしい。だが、昔話に花を咲かせているうちに、正体のつかめない違和感が心の底から湧き上がってくる。二宮先生。その名前が頭の中で反響して止まらない。確か、つい最近どこかで二宮先生の名前を聞いたことがあったはずだ。やっぱ先生亡くなってんじゃないの？これって。で、主人公はこの電車に乗ったのはたまたま紛れ込んでしまったのか、それとも一回立ちくらみしてたよね。あそこで実は、っていうことも考えられるけど、ストーリー上助からないってことがあるのか？そう。あれは1ヶ月ほど前、同窓会経由で、一通のメールが送られてきたんだ。確か要件は二宮先生の訃報で、やっぱりねしかし、難儀なもんだな。お前みたいな若い奴がこの電車に乗る羽目になるなんて。それはどういう意味か、と問いたかったが、言葉が出ない。なぜなら気づいてしまったからだ。注意深く見れば、その顔色は、どこか青白いということに。そう、まるで死人の肌のよう。どうしたんだ、田辺。手が震えてるぞ。いえ、ちょっと残業で疲れてまして。言い訳をしながらも、心臓が早金のように打つのを感じる。肌からじっとりと汗が吹き出し、手が震えて止まらない。まさか今目の前にいるこの二宮先生は。田辺、お前もしかしてまだ気づいてないのか？この電車は。気づいていない。気づいていないのと気づいているのの差は何だ？本当は主人公死んでない。田辺さん。死んでない説。あるか。まだ望みはあるのか。どうあがいても絶望なのか。二宮先生の方も奇妙なことを言いながら、どこか哀れむような目でこちらを見つめる。じゃあ、開けやす。ご注意ください。不意にそんな車内音声が流れ、びくりと体を震わせる。いつの間にか電車が止まっていた。それに、駅に到着した旨のアナウンスも聞いた覚えがない。だが、そんなことはどうでもいい。この駅がどこだろうと降りなければ、このまま二宮先生と一緒にいることに本能的な危機感を覚える。じゃあ、私はこれで失礼します。私、言うが早いか、私はシートから立ち上がり、一目散にドアへと向かった。おい、待て、田辺。この駅で降りちゃいかん、ここは。背後から二宮先生の叫び声が聞こえる。同時に私の肩を冷たい手が掴んだ。これは、振り払って降りたらまずいよね。だって、普通に二宮先生悪い人じゃないよね。もしかしたら助けてくれるかもしれないし、それもブラフ罠かもしれない。ただこの駅では降りない方がいいんじゃないかって私、本能で感じ取ってる。本能っていうか経験則かな。ダムの底に沈んだりとかするかもよ。振り払っとこうか。一旦はね。しかし、当然そんな声には耳を貸さなかった。私は手を振り払い、恐怖に導かれるがまま、駅のホームへと足を下ろす。だったが、足を踏み出した先には何もなかった。駅もホームも地面も、ただ真っ暗な虚空が広がるばかり。うわぁ。私はそのまま、真っ逆さまに
奈落へと転落していった。その時、私の耳にアナウンスの音声が聞こえてきた。地獄、地獄に到着です。ある日の朝、草月二月駅にホームから転落したとおぼしき男の死体が見つかった。死因は頭部を強く打ったことによるショック死。おそらくホームから足を踏み外した時に運悪く頭を打ったのだろう。状況に事件性はなく、その死は事故として処理された。だが一つだけ奇妙な点がある。死体の顔は凄まじいまでの絶望の表情で固まっていたのだった。先生、俺、先生信じます。その叫びにどこか必死なものを感じ、私は思わず立ち止まった。すると、お客さん、危ないですよ。その叫び声の方角へと目をやれば、血相を変えた駅員さんがこちらへと小走りにやってくるところだった。そして改めて足元を見ると線路がある。私は電車になど乗っておらず、ただホームの端に立っているばかりだった。あと一歩踏み出せば私は線路へと落ちていたことだろう。それから駅員さんには寝ぼけていたということで説明し、謝罪した。結局割増料金を払って深夜タクシーに乗ることになった。そして車の座席に揺られながらも二宮先生のことを考える。二宮先生は私を助けてくれたのだろうか。あの電車は死者だけが乗る電車で、何かの間違いで乗ってしまった私を現世へと戻してくれたのだろうか。葬式には忙しくて行けなかったけど、今度先生の墓参りにでも行こうか。そんなことを考えながら私は目を閉じるのだった。